こんにちは。前回は、2023年秋冬のおすすめの、ジャケットをご紹介しましたけれども、引き続き今回は、スーツ編になります。今回のおすすめするスーツは全部で、5着ですね。はい、本当にたくさんやってるんですけど、その中でも特におすすめしたい、スーツを、5着用意してますので紹介していきたいと思います。はい、まずですね、ステラティーノのスーツになります。はい、これ遠目で見るとですね、多分カメラで写ってるのは普通のブルーのスーツに見えるんですけれども、これを近づいて見ていただくとですね、絶妙なこのヴィンテージ感のあるこうメランジの入ったですね、独特の生地なんですよね。はい、これは近くで見ていただくと本当にすごく綺麗だなっていうのが分かると思います。はい、ヴィンテージ感が本当にこうあるこのブルーの生地なんですけれども、張りも腰まってそれなんですけれども、こう滑らかなこうタッチのですね、この絶妙な生地のスーツですね。ステラティーノのスーツも、まあ、チェック系のものを今まで結構紹介したりしてましたけれども、今回はですね、このブルーのこのヴィンテージ調のスーツがおすすめですね。で、生地の厚みはそんなに厚くないので、これ3シーズン着れます。本当の真冬はもしかするとちょっと寒いかもしれないんですけれども、早い時期から着れて、まあ、春も 秋も着ていただける、本当の真冬以外は着ていただける、まあ、3シーズンぐらいのウェイトの生地ですので、長いこう期間着たいなという方にもちょっとおすすめしたい、スーツですね。はい、次にブリラのオリジナルのスーツを紹介したいと思います。こちらがですね、エルメネジルドゼニアの生地を使ったですね、サキソニーのスーツなんですけれども、これもですね、さっきのステラティーノと同じなんですけれども、絶妙なですね、このグリーンとグレーをミックスしたようなこの生地なんですね。最近グリーンのスーツよく着るんですけど、やっぱりお客様に聞くとちょっと派手だなっていうふうに言われるんですけれども、これはですね、まあ、さすがゼニアですよね。このグリーンとですね、グレーのこのちょうどこのミックスしたこの色目がですね、まあ、最高に上品なスーツです。なのであんまりこうパキッとしたグリーンのスーツが苦手だけど、ちょっとこう色の入ったスーツを着たいなという方には、まあ、グレーにこのグリーンをミックスした感じなので、とても着やすいスーツだと思います。まあ、ビジネスにもギリギリ着れるかなという感じですので、まあ、こちらは、おすすめの一着ですね。はい、とにかく上品なこのミックスのグリーンとグレーのミックスした、まあ、ゼニアのこのとてもこうトロトロの柔らかい生地なので、高級な感じの生地をがお好きな方には特におすすめしたい一着ですね。もう一着、さっきはブリラの、スーツを紹介しましたけれども、次はビームス F のスーツをおすすめしたいと思います。はい、これはですね、絶妙なブラウンのですね、小柄なハウンドトゥースの生地です。英国のジョン・ホスターというですね、生地ブランドのものなんですけれども、これもですね、見てください。絶妙なですね、このブラウンとベージュのですね、こうチェックですね。はい、生地もですね、ちょっとフランネルのちょっとしっかりした感じなんですけれども、こうバリバリした感じではなくてですね、タッチがやっぱり非常にこう腰がありつつ、こう滑らかなフランネルの生地ですね。はい、ちなみにこちらは、リングジャケットので作ったハンドメイドの、まあ、ラインになりますけれども、まあ、パンツも2プリーツのベルトループ付きということで、はい、本当にこうハンドメイドで作るのに素材がやっぱりすごくよくマッチしているので、仕立て映えがやっぱりしますよね。これはさっきのこのゼニアのこのブリラの柔らかい素材感とはちょっと対極的なものなんですけれども、ちょっとこういう英国調の生地がお好きな方には、今シーズン一番おすすめしたい、ビームセーフのオリジナルスーツです。次におすすめなのがビームセーフの45周年なんですけれども、まあ、45周年の、まあ、特別企画でですね、作ったスーツがあります。それがこちらのスーツですね。これはどういうものかというとですね、1980年代後半から90年代の中ぐらいまでですね、ずっ
とビームス F が定番で使ってたこのバルベリスカノニコのサキソニーの生地があるんですね。で多分自分が覚えてる限りは、ビームス F のオリジナルの中で一番その定番として長く、まあ、スーツとしてスーツとあとブレザーですねで売ってた、生地がありまして、それが今廃盤になってるんですけれども、この45周年の記念してですね、このカノニコ社にですね特別に復刻してもらいました。はい、何が特徴かというとですね、カノニコはイタリアのメーカーには珍しく縦糸も横糸も総糸使い の生地を使ってるんですね。でですね、これスーパー100なんですけれども、とてもですねこう表面感は滑らかなんですけれども、生地にコシがあるんです。いわゆる縦と横が総糸になってる生地なので、いわゆるちょっと英国っぽい生地なんですね。であんまりこうサキソニーでもイギリスの生地みたいに硬くないので非常に柔らかくて、ただやっぱり縦横総糸ですのでパンツの膝も出ないですし、あとこうジャケットの型崩れもないというですね、非常に、まあ、今となってはとてもこう優れている生地なんですね。ミディアムグレーは三つボタン段階でやってます。でこっちのネイビーはダブルブレストですね。ともにパンツは、まあ、ビジネスでも履けるようにワンプリーツのベルトループ付きのモデルになっています。でこの生地がいいのはですね、本当にこうビジネスにも着れる、この絶妙のこのウェイト感ですね。そんなにこう重くなく、まあ、軽くもないという生地感と、サキソニーのすごいいいところは、これ例えばですね、まあ、ビジネスで割と早い時期にも着れてですね、例えばこれタートルネックとか合わせてちょっとカジュアルにも着こなすことができるんですね。でウーステッドの生地だとちょっとタートルとかはちょっと合わせてもミスマッチなので、そういうふうにですね、まあ、割とオンにもオフにも使えるというところがこの生地の、まあ、いいところでもあります。はい、ちなみにですね、これビームス F45 周年の企画なのでですね、ちょっとした仕様があるんですけれども、セルベージが入ってるんですね。はい、こういうで、これビタルバルベリスカノニコと入ってるんですけど、実はですねここにビームス、ホービームス F っていうふうに、すごいですね、はい、45周年ちゃんと書いてますね。はい、アニバーサリーホービームスってちゃんと入って、ビームス F ってちゃんと入ってるんですね。このセルベージがですねちゃんとここに入ります。あと同じようにパンツのこのヒップポケットにもセルベージが入りますね。イタリアの生地ってあんまりセルベージ入りってないんですけれども、やっぱりですねこう特別なオーダーの生地なんかは全部やっぱりこういういわゆる耳が入るんですね。なので、まあ、45周年をということでカノニコ社にお願いして、セルベージも入れてもらいました。でこのブルーもですね、最近はちょっと黒っぽいブルーがあるんですけれども、この絶妙のですねちょっとこう少し紫っぽいんですかね、当時よくあった少し浅いネイビーの生地ですね、まあ、当時そのままの色をですねで展開をします。でこれ2つとも、リングジャケットのハンドメイドラインですね。はい、で、オーダーしました。これに関するエピソードがありまして、まあ、自分がまだ80年代後半というとバイヤーの駆け出しの頃だったんですけれども、この生地をですね当時展開していて、である私にすごくやっぱり生地のことを教えてくれた、まあ、業界の、まあ、大先輩がいらっしゃったですね、もう引退されてるんですけど、まあ、生地のスペシャリストみたいな方がいらっしゃって、でその方がビームセーフに来てですね、まあ、これとですねこの生地を使ったこのオリジナルと、某皆さんが誰でも知ってる某有名な生地メーカー、まあ、言えないんですけれども、そこがこう並んでこうかかってたんですね。でそれで、まあ、この2つを触ってですね、まあ、某メーカーの生地ですね、まあ、いい原毛使ってるけど織物としてはこのカノニコの方がいいよねっていうふうにおっしゃってたんですね。それなぜかというと、まあ、そっちの方は、まあ、縦横装置じゃなくて、まあ、いわゆる横端子というですね、まあ、ちょっとこうあんまりこう柔らかいのはいいんですけど型崩れましやすい生地で、まあ、カノニコの方はですねこう縦横装置できっちり割れてるんで、まあ、いわゆる織物っていうねこの生地としては、まあ、こっちの方がやっぱりその本格的っていうことで、そういうふうにおっしゃってたんだと思うんですけれども、まあ、本当にこの生地はですね、自分も本当にたくさんオーダーしてたくさん販売した生地だったので、ビームス F の
この歴史の中で特にこう思い出のある生地だったので今回復活させましたというエピソードがあります。触っただけで分かるんですか、横総紙とか。うん、まあさすがに手前味噌ですけども30何年バイングやってると、まあ、自分はこうタッチで分かるんですけれども、もともとこのバルベリスカノニコ社ってイタリアのブランドでは珍しくですね、この縦横総紙の糸生地をすごくいっぱい今まで歴史的にもすごくやっぱり作ってきたブランドなんですね。で大体イタリアのブランドっていうと柔らかさを出すために横端子のものが多いんですけれども、ここはもう自分がバイング始めた頃からこのやっぱり縦横総紙の生地をやっぱりすごくたくさん作っていたメーカーなので、本当にもうカノニコってこうやって触ると、あ、これもう縦横総紙だなっていうのは分かる。そこがこのバルベスカノニコ社の実はいいところでもあるんですね。はい、いかがだったでしょうか。まあ、スーツはですね他にもいろいろあるんですけれども、特にまあおすすめしたい、スーツ5着を紹介いたしました。はい、どれもあんまりこう派手なものはないので割とこう今回こうベーシックな生地のもので紹介していますので、まあビジネスに着られてもいいですし、あとはまあ秋冬ですので、まあ、ちょっとタートルとか、まあ、ハイネックみたいなのを着て着ることもできると思いますので、まあ、いろんなコーディネートで、スーツを使っていただければと思います。はい、とにかくまあ、生地もいい生地ですので、ぜひ店頭でご試着していただけると、嬉しいです。よろしくお願いいたします。